Hey, we're welcome back. 千葉の不動産と手を組んだってことだ。 ああ。 とりあえずはそこの社員って形だ。 社員? へえ。 そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。 Told you, Curry. そこも堅気には思えねえけど。 そうだな。 となると、 お前の殺しの濡れ衣晴らす件は橘不動産が手貸してくれんのか。ああ、橘はもう方々から情報を集めだしてる。橘不動産の情報も使ってな。期待できそうか。<笑>多分な。ただ橘が掴んだ話じゃ、札の方でももう俺のことを嗅ぎつけてるらしい。空の一粒の死体から 俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちもんじゃねえか。いや、それについちゃ橘が札に鼻薬効かせてる。完全に操作止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が街を自由に動き回れんのは持ってあと3日ってとか。なるほど。でもやっぱり橘ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてはとりあえず連中に任せるしかねえか。で、お前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？ 空の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が肩着の仕事するって。<笑>ああ、小田っていう橘不動産の幹部が俺の教育係にいてな。 そいつとこの後、喫茶アルプスって店で待ち合わせてる。だが、その前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事になんねんだと。まっとうな肩着に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前、もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか？ 服については、お前に聞くのが一番だ。お前なら、まっとうな肩着の服、見立ててくれるかと思ってな。<笑>人を見る目があるぜ、お前。わかった。任せとけ。安心しろ。そんなに期待しちゃいない。ただ、俺が選ぶよりはいくらがマシだろ。お前な。 それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。 それじゃあ、あんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら、中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあ、とりあえずの間に。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。 Nice civilian clothes. Where is it? Holy shit, that's a little bit far away. それにしても、おめえ、俺に服の見立て頼むってことは、センスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。
舐めてると痛い目見るぜ。ガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよな。そうだったか。ああ、たまに好きな服選べるって時もよりによってそれかって服ばっか手に取ってた。地味っていうのとも違う。よくわからん柄の入ったシャツとかよ。さあな、忘れたよ。でもよくそんなことを覚えてるな。今だから言うけどよ、俺はおめえみてえな服だけは選ばねえようにと思ってファッションに目覚めたんだ。おい、そこまでひどかなかったろ。で、一丁前に傷ついたか。でもまあ今回は俺がついてんだ。大事な兄弟を悪いようにはしねえよ。よろしく頼む。任せとけって。着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ。 Wait, did... No, wait, that was much less. No, what? 無難な線だとこんなと。なんかそれが肩切ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか。なら、broken だ。なら、おめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけど。なんでダメなんだよ。これじゃスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。You're telling me? めんどくせ。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピーク度で意外と派手に見えると思うぞ。ほう、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。Oh, is this the famous white one, white suit? White in the, what was it? White? Yeah, it is.Well, kind of. Yo, これでどうだ、ニシキ。何笑ってんだ。いや、やっぱ何着てもまるで肩着に見えねえと思ってよ。Poor guy. ち、お前の見立てた服じゃねえか。わかってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが、俺はこの服が気に入った。これでいい。え、おい、いいのか。全然リーマンっぽくなってねえぞ。小田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか、よし、わかった。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで、兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ。あ、鼻から俺はお前のおごりのつもりだ。
なんだそれ。ありがとうございました。You're mocking me for the choice you made. You're paying for it. 付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ。お前、この後待ち合わせなんだろ？立花不動産の。なんてやつだっけ？小田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当起きてる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。バイバイ。That's what I kind of luck here. Hey, Claude. Damn it, Bob. Wait, shit.For you, use the phone in your hideout. Premium venture, and if you, everything up. I picked everything already. Premium adventure, what the fuck? Oh, it was like.よう、来たか。待ちくたびれたぜ。おだ。サンが抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにするやつが。大体お前、その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あれ。そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか。立花不動産にはバカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。おっかなんだ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろって。いちいちダダこねんな。まあ何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず今からこの店で得意先のじいさん、そいつが年の割に世間知らずの資産家ね。どうも立ちの悪い戦友屋に。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、いらたく、いや、立ち退き料目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通のデけど、こいつを競り落とすとその戦友屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。
もっとも戦友屋は大抵ビルの元の持ち主とグループ。戦友屋はせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる、うん、それじゃあそのいやそうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと戦友屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。キリュウ君の名刺だよ。ああ、これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった、うん、いらっしゃいませ。お好きな席。I mean, sure. Their split is for three or four because they come with. Oi, mate! Seki wa iriguchi no chikaku ja dame da. Kore kara shigoto no hanashi. Okay. Wakatta. Mou ore no kyouiku wa hajimatte nda kara na. Kii nuku na yo.There's only two seats here. Near the back. よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。Oh, what the fuck? Yeah. おい、まさか神座に座ろうなんて思ってないよな。Hold up, what's the head then? What?入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座。それくらい知ってる。I didn't actually. 知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に。わかった。シッ。いらっしゃいませ。ご注文。ああ。そうだ。コーヒーを。いや、注文は連れが来たからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。It can get anything right. お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ちながら。そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。しかしめんどくせえな。何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえてるもんだ。Not sure if that was the game or... おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか、面倒なことになっちゃって。こちらは?うちの新人で、桐生です。山根さんよりご依頼の件、こいつが…へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引にはつながらないからな。 Well, not really, but, you know. だが残念、名刺が逆さまだ。
まあ、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてよ。キリュウさんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。No, I guess in the back is two former agents. なるほど。お話聞く限り、相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ。占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、Okay. 占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんていうもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうか。ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよ。な、キリュウ君。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに。天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せください。あ、キリュウ。I'm trying to pull my finger. To snap. Da 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 da, ba da da da, da 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 da, ba da da da, da 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 da, ba ba da 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 da, da 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 da. 話は分かったな。要するに、占有。ま、交渉は俺がやるよ。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけ。そこは俺の腕の見せ所だな。さし、なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。は？相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃ、また後でな。はあ。Should. Is the
いらっしゃいませ。ダラダラダダ。Wait for those fucking glasses to just fly off. いらっしゃいませ。I gotta check every shop. But I'm guessing this is just, Yes, I will say. Yeah, just gifts. I gotta find a pawn shop, actually. Okay, pawn shop.Confectionery gift. Oh, crap. Oh, no. What? Oi. Hmm? Yeah. I'm scared. Did I have to witness that? No. I could have just kept going. But I thought it was a mission. Okay.後悔するな。
This is a pawn shop, so I can sell the things I don't need. いらっしゃいませ。Oh, wait. いらっしゃいませ。 I can buy stuff here as well. What would you like to purchase? Excuse me, what? Hold up. What? Why is there a fish here? ありがとうございます。For some strange, oh, okay. Like both. I mean, so it's a gun? Why? Also, why do I have a lightsaber? Not sure why. What the apple is up? Oh, the weather outside. It's frightful. So where the fuck would I get one of these gifts? Maybe the shop to the side. Who's here? Oh, it's Bacchus. Actually, let me just upgrade the abilities before I get fucking. Before I lose all the cash. First is assault. After move. White Tiger Spirit. I want more health. Okay. Let's check the beast. Okay.
Excuse me, what? Anything here, maybe? I don't think so, but always better check. いらっしゃいませ。タタ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 タ Does this recover health? ありがとうございました。パパパラパパパパラパラパラ。Oh, look at that! The internet appears to have fallen down. So I'm unsure where I'm gonna get the fucking gift. Yeah, let's try this here. No, that's the drugstore.Convenience store, pawn shops, drugstore shrine, Don Quixote. I already checked all the stores down here. All the stuff to check. The Let us check up here because we have to find that gift. Oh! Huh? Oi! Doko no omae! Sure, I need the cash. Sorry, but I'll send you back! What is it? I'm not sure where to find the goddamn gift. いらっしゃいませ。Hello. Nope. Oh, here it is. Check out my wallet. ありがとうございました。Someone asking for help, I think. Yeah, at the end of this road. Who was needing help over here? Da 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 おい、そこのお前。今日は虫の居所が悪いんでな。いや。Oh, Jesus. 勘弁してくれ。悪かった。ちょっと、ありがとう。タタタタララララタン。
That man is dead. I'm not gonna lie. Not gonna lie, that man is dead. I don't care if YouTube doesn't like it. That man is dead. Oh, shit. Nope, nothing. Shit, sorry. よー、キリュウ君。ああ、これでいいんだろ。 That was the only one. よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。 It wasn't that simple. こっ。 Huh. I've been through a few times. I think right out the prologue. ここに専用屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ、行くぞ。Yep. Let's get it.お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。この部屋らしいな。すみません。辻さんいます？山野井さんの代理店参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれつまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえな。あなたこんなにゴミだらけじゃ立ち抜くの大変じゃないですか。立ち抜く？なんだよそれ。俺は立ち抜く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち抜いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。堅いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいや。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラが、でけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな、うん、あんま調子に乗んなよ。不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ、辻さん。ああ。It's raining outside. It's raining a lot. ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。
仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って専用屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手、バックにいるヤクザか。ああ、結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる。Hey, you talk about devil and devil appears. なんだこいつら。鈍いね、キリュウ君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立場の不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いたけど。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょ。ええ、まあね。それうちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところか。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。おだ、あんた鼻からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の方が多すぎたか。いや、This is just a daily. そうでもねえさ。余計な手間かけさせやがる。この手間賃も仲介料に上乗せするぞ。その手間賃ってのはいくらだ？300万。合わせて1000万だ！That's one done. てめえら、こんな真似してタダで済むと思うな。そのツラ覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ？登場会。太平一家だ。太平一家、あいつの組か。堂島組若頭補佐阿波野博樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。 You forgot your friend behind. Oh well.河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。夜によって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこだ。もっとも俺らが殻の一粒を追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶が悪い。 Well, it doesn't seem like they know who...
戦友やら辻さんよ。はい。Don't try to sneak away。まだそのビルに居座るつもりなら、さっきの話の続きするかい？いや、その。あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気？いえ、めず。あ、そう。Good。それじゃ、今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたら、この桐生君が何してかすかわかんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。なあ、I mean、what？ これがあんたの仕事。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう、極道やるよりよっぽど楽しかったろう。片桐、俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。うん、お前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か？そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それより、ああ、問題の戦友屋は追い出した。お、それが済んだら天下一通りのセレナってみ、セレナ？何の店だ？ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり、あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。わかった。Okay, so、それじゃ、また後でな。Okay, time to save and end the fucking recording. I... Oh, no thanks, I ain't got much. I'm 24. Just look at it. Yeah, それにしても頑固ですね、山の犬。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力か。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。山の井さえいなくなれば、oh. あのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれている設楽さんのものに。まあそうなるな。てめえ何突っ立ってやがる。まあまあいいじゃねえ。俺は今日はもう人を殴る気分。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ兄ちゃん。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。はい。 So we got Mr. Moneybags and Kiss Ass over there. Let's hope I can save it. Save the game before I have to, Yamanoi-san.おい、しっかり。キリュウさん。ああ、そんなことより大丈夫か？いえ、大丈夫です。過ぎたビルまで。わかった。ああ、I don't get to save. God damn it.
すみませんね。ありがとうございました。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか？ええ、おかげさまで。大した傷じゃないですよ。あ、ててしかし、一体どうしたというんだ？実は、うちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を。あんたを潰そうとしている連中？もしかして。え、キリュウさん、どうしてそれを？さっき向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだの殴っただ。そうですか。オッケー。一体何なんだ、あの娯楽王ってのは。娯楽王？パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネア。今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五輪の奥、娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町、その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中た。そんな奴らがいたのか。知る。彼ら五人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれうちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天海市通りエリアを手に入れようと。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有しています。なるほどな。Okay. 奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件。つまるところ金儲けです。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさに彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を何としても手。物件を駒扱いか。だがその駒。もちろん。だが彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々やカムロ町という彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると。その時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない。私も長くこの町と共に生きてきた男、カムロ町が大好きだ。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたよ。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんなよ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。なんとかな。一つだけ方法があります。なんだそれは。キリュウさん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決、専用屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば。何言ってんだ。 OK, so that's a plan. 買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でもきっといい経験になると思う。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても
他に適任そうな奴がいるんじゃないか。I mean, you have Oda. なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。That's なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ。Okay, I see. 立花さんが。立花が。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。Oh. ということはつまりさっきの話はええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい。あんた風間のおやさんのことを知って昔ちょっとね。詳しくは言えないが一つだけ言えるとしたら、そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら私のすべてを託してみてもいいかなと思いまして、うん、お願いできませんか、桐生さん。今のか。わかった。そこまで言うなら、勉強のつもりでやらせてもらおう。ただ、You're not the man that this city 失敗しても恨みっこなしだぜ。You're the man that this city deserves. 一つ、よろしく。Huh. Where did I fuck that up? Oh well. Alright, no time to unlock the present. Let's get you speed.It's a bit distracting with the place in the shambles. Can I ask you to step out for a bit? Oh, so this is gonna be in an office. Ooh. Oh. Oh ho. I should save, because you know what? I haven't been able to save for a while.The cutscene's all good for everybody. Sensing that. I hope you did enjoy it though. I'll see you all next time, which is probably gonna be tomorrow. Bye!